どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は武田信玄使っていきます。今作では珍しいおじさんキャラの一人だね。行きましょう。それでは武田信玄の技を見ていきましょう。こうなってます。固有チャージがチャージ3、そしてチャージ6の連打となってます。チャージ3。侵略するほど火の如く。侵略するほど火の如く。このチャージ3がめちゃくちゃいい。なぜかっていうと、これバフなんですよ。むちゃくちゃいいよ。チャージ6。道を開け。このチャージ6とても強い。まず移動としても使っていけます。で、最初の攻撃で敵を上に浮かすことができれば、このザーって持っていくやつですっごいダメージを与えることができるね。それでは武田信玄やっていきましょう。このね、大槍馬に乗ってからでも結構強い。非常攻撃が結構使いやすいのでおすすめです。まあ槍と大槍、この2つだね。あとはあの信長の剣とかも馬にはおすすめなんだけど、はい、まあいきましょう。聞かせていただこう。まあこの大槍はね、攻撃速度がないとまあ厳しい。うん、まあこのなんていうんだろうね、一発一発がでかいやつに関しては、まあ、全部なんだけど、まあ、特にこの大槍と大太刀か、あれはね攻撃速度ないとちょっと厳しい運用になるよね。よし、でもこれは攻撃速度がついてしまえばむちゃくちゃ強い。もう押せ押せで行くことができるんでめちゃくちゃいいね。はい、ずっとここに出してから行きます。ここは突破されないようにね、気をつけていきましょう。いい、何にしても強いよね。机上攻撃も強いし、普通のチャージ攻撃も強いで、神速攻撃もこれ周りをかなり持っていけるので強いです。シャーで、チャージ6のこのね、突進たまらないね。あー、なんかここら辺が先出てきたか。まあとりあえずこう倒して、私に任せよ。コンボ数が減らないように、やっていきましょう。あ、コンボ数はね、そこまで取れる、武器ではない、うん、まあ連打とかね、そういう感じで使うやつじゃないんでね。コンボ数は取れないので、1000コンボで回復するやつとかはあんまり向いてないかな。で、今の戦技あれがね強い。うん、チャージ3でもバスかけれるんだけども、この戦技でももうとんでもなく強くなるバフがかけられるので、うーん、強いね。いやー、でもこの大槍を使うキャラって強いやつが多い。これは好きな人が絶対多いはず。よし、終わりだ。はい、やっぱこの突撃が気持ちいい。で、無双か、無双で100体こっちに集まってるでしょ。ここで一気にやっちゃいましょうか。はい、100体おるっしょ。まあまあ、いないにしてもまだ使えるから大丈夫。いけた、一発だったね。よし、じゃあコンボ数をまあ極力ね減らさないようにいこうと思うけど、厳しいな、厳しいっすね。お、ギリギリいけた。多分 S ランクは結構簡単に取れると思うんで大丈夫っしょ。で、次どこだ、ここか。さあ、ここ倒しに行きます。よし、まあ、常にこのチャージさんのバフ、これはかけていった方がいいです。おそらくこれね、あのエフェクトに炎が出るので、
炎の追加ダメージのやつがつくんじゃないかな。ということは、抜いていいのか技能の方では。あ、いやいや、やっぱ入れてた方がいいだろうね。もしかしたら抜いてもいいのか。もう開いてる開いてる開いてる、あぶねえ、押し込まれてる。確か兵を出していったんだけどね、ここまで押し込まれてたか。危ないな。でも、もう大丈夫。叶う相手ではなかったか。あとは、もう少しで終わりだからね。なんで登ってこない？大体そう言えやつ。大体そこまで来てるはずなんだけどね。なんか詰まってたか？私には荷が重すぎたようだ。じゃあ、先のところ倒しに行きましょう。あー、やっぱね、武田信玄馬が似合う。似合うね。ここで一気に行きましょうね。を倒してる間に多分出てきてくれるから。ひねり潰してくれよ。で、突撃。おお、決まる。あれ、上にね、敵が上がらなかったらば、そう、突撃で持っていけはしないんだけど、まあ、大概上げれるから大丈夫。結構近距離で撃っていった方がいいように感じます。力を及ぼすか。あー、もうお前たち、さすがにあの銃があると突撃かませられないな。いいね、バフが強い。とんでもねえわ。引くしかない。よし、お前で終わりだ。同じ大槍同士仲良くやろう。硬いね。おう、槍のバタカはなかなか硬い。よし、いくよ。ではあと1体。なんかまた詰まってない？なんか詰まってる。だいたいそこら辺に来てるはずなんだけどね。今回そこに詰まる回だな。はい、まあまあとりあえず S ランクも取れたし、サクッとやっちゃいます。皆さん、腹がオトムだよ。シャー、愚かな。はい、決まった。信玄公だけね、あれだよね、馬が最後突撃するんだもんね、自分で攻撃せずに。まあそれもかっこいいところじゃないですか。はい、ということで今日は武田信玄使っていきました。やっぱり大矢の大槍はすげえ強いです。おすすめですね。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。